てもアイドルらしいわ。やっぱりゼーレにはアイドルの才能があるわね。ありがとうございます。キラ先輩、私はどうですか。はあ、まだまだ時間が必要なようね。よし、これで二人ともアイドルとしての基礎はできたって感じね。ゼーレは声が綺麗だし、スーサナはダンスが得意だから、きっと二人は無事に審査を通過できるはずよ。頑張ってゼーレ、スーサナ。僕は下で二人を応援してるよ。ゼーレさん、どうしましょう。緊張で震えが止まりません。本当に大丈夫なんでしょうか。やってみるしかないよ。心配しないで。ただの審査だし、お客さんはそんなに来ないはずだよ。それに私たちの目標は審査そのものじゃないし。さあ、余計なことは考えないの。ステージに上がったからには全力でパフォーマンスをすること。目標は審査のステージよ。出発しましょう。ソルトスノーではこんなにぎやかなイベントはめったにないから、この話を聞いてみんなが集まったの。この話を聞いて？どうしましょう。気が遠くなりそうです。ステージに上がる前からビビってどうするのよ。バルキリーとしてやる気を見せなさい。まもなく文化繁栄大使選抜審査が始まります。参加者は入場してください。スーサナさん、そろそろ入場しよう。仕方ないですね。大丈夫、私がそばにいるから。ゼーレさん。はい。最高にいい歌だったよ、ゼーレ。スーサナのダンスをずっと見ていたい気分だわ。ゼーレ、ゼーレ、ゼーレ。スーサナ、スーサナ、スーサナ。私たちうまくごまかせたみたいですね。そうみたい。スーサナさんのおかげだよ。ゼーレ、スーサナ、二人とも最高だったよ。ええ、二人とも才能があるわ。でも次こそが一番肝心よ。私が教えたアイドルポーズでこの素晴らしいパフォーマンスに完璧なピリオドを打ちましょう。みんなありがとう。文句なしよ。お疲れ様、ゼーレ、スーサナ。
疲れました。調香師で調査を行った時ですら、ここまで疲れなかった気がします。お疲れ様。素敵なパフォーマンスをありがとうございました。これから今回の審査員が採点を行います。絶対に成功しますように。もしもう一度、ダメダメ。もう一度踊ったら、今度こそ疲れで立っていられないよ。え？あれは？ゼーレ、スーサナ。セントソルトスノーの住人に素晴らしいパフォーマンスを見せ、彼らの生活を文化的に豊かにしてくださり、ありがとうございます。同時に、このステージをきっかけにして、重要なデータを収集できました。住人たちのメンタル曲線の変化を記録し、適切なタイミングで、こういったエンターテインメント活動を増やします。ですから、満点評価を差し上げます。もちろん、その中には、人情的な要素は含まれていません。待って、あなたは、プロメテウス、全文明の人工知能です。ニューアトラの作戦記録で見たことがあります。今の彼女はシステムを管理する使者です。あなたが使者なんですか？その通りです。私は高等の賢者という存在に協力し、都市を管理するシステムを作りました。使者という呼び名は住人たちがつけたものです。彼女はこの世界の泡の住人じゃなくて、月にある空間の残片から来たように見える。あれ？ビータさんの時みたいに、漁師の海に対する直感が、また戻ってきたのかな？ふん、元気そうね。あの女の金魚のふん。え？キラ先輩は、彼女のことを知ってるんですか？待って。つまり君たちと死者様は知り合いだったのかい？すごい！どうやら、今の状況を整理するための時間が必要なようですね。ジュリカン、周りにいる住人たちを解散させてください。彼女たちに個人的な用事がありますから。かしこまりました。プロメテウスさん。あなたがここにいるということは、私とスーサナさんは偶然漁師の海に入ってしまったってわけじゃないんですよね。この世界の泡に一体何が隠されてるんですか？ウサギもここにいるんですよね。私たちは長空誌で彼女に関する手がかりを見つけましたが、今になってやっと確信が持てました。それに一番大事なのは、前回もウサギがもう一人の私を。落ち着いてください、ゼーレ。確かにこの世界の泡は普通ではありません。だからこそ、現状を整理する時間が必要です。あなたが答えを見つけられるように、まずは、ある旅のことから話しましょう。そう。私とミステルが共に経験した旅のことです。